やばいやばいやばいです。神の種、あなたの神に立候補を。神の種です。我、今やばいです。我が以前手術をしたということは、これまでの動画や配信でもお話ししたんですが、今日はその後の最近の後日談についてお話ししたいと思っています。手術をしてからもう数ヶ月経つんですけど、今もね、術後の経過を見てもらうために定期的に病院に通っています。で、やっぱりその時に先生がおかわりないですかっていう風に聞いてくれるんだよ。あれね、ちょっと心配になっていたことがあって、やっぱり術後って切って縫ってってするわけだから、患部がねどうしても腫れちゃうんだよね。で、その腫れがなかなか引いてくれなくって、それがすごく気になっていて相談したの。そしたらお医者さんが、ちょっと見せてくれますかって言って見てくれたんだけど、そこで言われたのが、これは肉ですね。肉ですね。そこからね、お医者さんがこういう風に動かしたり、こういう運動をしたらだんだん痩せていきますからねって、それはもう丁寧にダイエットの指南をしてくれてね。もうやめてくれ、もうこれ以上きつくやらないでくれってめちゃくちゃなっていました。確かに術後の食事制限で痩せただろうから、その後はむしろ食べて体力つけなきゃって思ってめちゃくちゃ食べる生活してたんだよね。我デブってた、我デブってたというお話でした。しっかり運動を再開して体型を取り戻していきたいと思います。この動画が面白かったと思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。また。